と激辛ジョニス、今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、今宵は恵比寿近くにいるんですけども、今回ですね、激辛タイ料理になります。お店がですね、タイ屋台ラオラオというお店になります。このラオラオという言葉はですね、タイ語で、お酒を飲む、いっぱい飲んでくださいという意味で、その名の通りですね、ここはね、居酒屋になります。10時以降飲み放題とか、ハッピーアワーとか言ってね、最初の一杯100円ですよとか、そういった感じで非常にお得に飲める、タイ居酒屋でございます。今回ですね、こちらにある激辛海鮮焼きそばは非常に辛い。タイのね、プリッキーンを使った激辛海鮮焼きそばがね、今回ここにチャレンジしていきたいと思います。それで行きましょう、ラオラオ。さあ、それでは早速中入ってきたんですけど、本当にね、もう居酒屋っぽい感じで、ちょっと情緒あふれる感じで、非常に、落ち着いた店内でございます。で、辺りを見回すと、さまざまな、タイ料理が所狭しと。なんとですね、なんかこのスカイツリーというね、どでかいあのアルコールがあるそうで、注文すると中にチェキを取ってもらうっていうね、そういうサービスもあってね、非常に飲んでも楽しいと、食べても楽しい、そんなお店でございます。おー、来ました、こちらが、はい、激辛の海鮮焼きそばです。おー、いただきます。さあ、ラオラオさんの激辛海鮮焼きそば、楽しみですね。ラオラオ、おお、これはうまそうだな。あ、非常にちょっと鼻にこうツンとくるような、刺激的な香辛料がありますけど、非常にね、このメインの周りにこのタイの唐辛子プリッキーヌがまとわりついております。具材はキノコ、アサリ、エビ、そしてキャベツ、ほうれん草とかですね、あとイカとか、はい、たっぷり具材が入っております。非常に辛みが効いております。しかしね、この海鮮のうまみがぐわっと後からやってきます。これうまいな。あ、辛い。やっぱ結構その普段ね、そのブートジョロキアとか、そのキャロライナイーバーがそのギネスに過去登録されたようなこう唐辛子を食べてると、やっぱそれが一番辛いのかなと思いきや、やっぱね、このタイのプリッキーヌもなかなか辛いです。過去にね、ゲンパーカレーっていうね、これもタイのカレーなんですけども、それもね、プリッキーヌが入ってて、どこのタイ料理屋行ってもね、ゲンパーカレーは本当に辛いなと思いましたけど、それにやっぱ近いような、味があります。しかしこれはうまいな。うん、しっかり海鮮の出汁が染みてるぞと。そしてじゃあ続いてこの大ぶりなエビ、いただきます。おいしい、合うわ、エビプリプリ。麺によく絡みつくんですよ。もう真っ赤っか。この唐辛子に関してはなんか乾燥させて使用してるみたいで、よりこう辛みを感じやすく、処理されているようなんですよ。辛いが足が止まりません。開始早々にもう額には汗をかいております。これぞプリッキーヌ。もう具沢山で嬉しいですね。この一つの品でこんなにこう具材、野菜かけらず海鮮もね、摂取できると、これはありがたいです。ゲンパーカレーとかってあるんですか？ゲンパーないですね。やろうかなって感じだった。はい。ゲンパーは辛い。辛くてみんな知らない。結構僕もなんかタイ料理屋行くとゲンパーカレーよく食べるんですけど、あれめちゃくちゃ辛いですね。なんか辛いですね。何なんですかね、あれ。ポカル。でもプリッキーヌですかね。もう間もなく終了を迎えようとします。最後これね、食べて、この激辛バトン系ですけど、いただきます。ごちそうさまでした。それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。ラオラオさんの激辛海鮮焼きそば、辛さレベル、じゃらららららら、辛さレベル7です。7です。
出てきた瞬間にね、こうクワッとこう鼻を突き刺すような鋭いし、香辛料のね、匂いがしたんですけども、まあこれ大丈夫かな、めちゃくちゃ辛そうかなと思ったんですけど、まあ一口口に運ぶとあら不思議、ドカッとこう辛みがバンとくるんですけど、その後に海鮮の旨味がブワーッと口の中に広がり、まさに旨辛の一品かなと思います。プリッキーヌを使ってるんでね、非常にこう突き刺すような辛みがあるんですけども、徐々に辛さレベルを調節できます。このレベルに合わせてどんどんこう辛みを上げてって、挑戦するのはいかがでしょうか。激辛好きはね、この辛みがちょうどいい、辛さかなと思います。旨味も感じつつ辛みも感じる、そんな一品でございます。まさにこの冬激辛食べて温まろうという一品ではないでしょうか。というわけで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新しますね、フォローお願いします。ラオラオ